こんにちは、ナミさん。今回は FOMC のことについてね、お話しくださいました。まあ、肝心なのは、FOMC をはじめとする材料相場の時に私たちが何をするべきかってことなんですけども、私はね、こういう時は相場を離れて、他のことをする、部屋の掃除をするとかね、美味しいものを食べるとか、そんなことをしたらいいんじゃないかなと思いますね。結局ね、FOMC って、まあ、言ってみればね、爆弾が爆発したみたいなことなんですよ。もしくは、こう、車を運転していて、まあ、日常生活を送りますよね。そこに、レーサーが急にバーンってね、走り込んできたみたいな感じなんですよ。当然ですけども、みんなびっくりして、車の動きを止めたり、驚いて右往左往したりとかしますよね。で、ぐちゃぐちゃぐちゃっとなってきて、トラフィックが一時的に麻痺してる状態になりますんで、まあ、そういう時はね、離れているべきかなと思います。場合によっては、そういうところで漁夫の利を得る方もいますけども、これをね、材料をね、なんかこう法則性に落とし込むことはこれ不可能でしょうね。だって FOMC がどんな影響を受けるのか、私たちのね、マーケットに。どんな影響を与えるのかってことはわからないのは、じゃあ今回、利上げのことについて話し合われましたけども、利上げをするのかしないのかっていうことが分かっただけでも市場は動くわけですよ。で、その市場の動きに合わせて追随する次の第2波もあるわけですよね。セカンダリートレンドってやつですけども。で、私たちは多くのお金が動く方向についていくって形で取ってますけども、それも多くのお金っていうのはね、一つの層であるわけじゃないんですよ。最上流層が A としたら、次の層が B、その次の層が C とありますけども、私たちはもうね、H とか I ぐらいのことをやってますんで、もう、こっちの勢力、こっちの勢力が、こう、しのぎを削って、わちゃわちゃってやってね、お金を動かしてるときに、介入する余地がないなと思ってますんで、まあ、じっくりと見とけばいいんじゃないかなと思います。その他にもね、米国雇用調整ほか、ドラギ発言とかね、私たちの金融市場に影響を与えるイベントっていうのは、年間で、十数回とかあるんですよね。だからここについてはもうね離れているのがいいかなと思います。でどちらにしても日本時間の朝6時から夕方6時この12時間の間で日々勝負をつけるようにしておくとこういった突風に巻き込まれることはないのかなと思いますが材料相場の後って結構、ね、引っ張るんですよね。1日2日とか場合によっては1週間近くで戦争が勃発したってことになるとこの前のロシア侵攻ですけども2週間半、私は宣言して、相場をいじらないってことを決断しましたけども、その後一方向に動くじゃないですか。うん。だからまあ、それと似たような状況が来るんじゃないかなと思いますね。だからこういう時はね、そうですね、なんかこう、講義を見てくださいって形ですね。特に FX オリガルヒの方は、こういう時はね、相場を、リアルタイム相場を見てもしょうがないんで、講義を見て、美味しいものを食べて、部屋の掃除をして、で、またトレードができるような状態になったらね、まあ、その時にまた稼げばいいのかなと思います、うん、要するに緊急時に稼ぐのがテクニカルではなくって平時に稼ぐのがテクニカルですからね。うん、もう今回は緊急時も緊急時ですからこういった材料の時はもう速やかに撤退がいいと思います。じゃあナミさんまたよろしくお願いします。ありがとうございます。